ただいまご紹介預かりました三浦泰年です。ポイントゲッターズで監督兼、GM をさせていただいています。今日無事に、初練習を終えました。トレーニングというのはもうコツコツと一日一日、今日が終われば明日があり、明日明後日がありと、積み重ねだと思ってますので、そのしっかりした積み重ねの中で今日鈴鹿のメインの三重交通ガーデン、メインスタジアムで、トレーニングを初めてできたこと、非常に嬉しく思っています。スタートとしては素晴らしいスタートが切れたなというふうに思いますし、いいスタートが切れただけに、これを継続していくこと、簡単ではないと思いますけど、しっかり構築していきたいなと。当然、数に関してはチームの勝利とでチームの成長で、当然数自身の成長で、仲間他の選手たちの成長、そういうものを含めて大きな存在になっていくと思いますので、これから監督としても非常に楽しみな毎日が訪れるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。今日はこういう状況の中でこういう会見を開いていただき、非常にありがたく思っております。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。そして三浦知良選手より、今回の移籍加入に際してのお気持ちをいただければと思います。知選手、はい、お願いいたします。そうですね、今日初めて、鈴鹿ポイントゲッターズの、選手スタッフ皆さんとお会いして、そしてメインであるスタジアム、普段使っている試合のスタジアムで練習させていただいて、みんなと和気あいあいと、素晴らしい雰囲気でできたことを、とても幸せに思います。そしてこういう JFL という舞台で戦えるチャンスを、くれたチームにも、とても感謝しております。クラブの目標である J3 昇格、そこをやっぱり一番大事に、自分の中で、持ってまして、そこに向かって今監督も言ったようにチームの成長、そして僕自身、チームのみんなとクラブと成長していきたいなと思ってます。ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。まずは数さんに伺います。たくさんのオファーもあったというふうにも伺っておりますが、その中でこの JFL の鈴鹿ポイントゲッターズ、このクラブを、戦いの舞台に選んだその理由などありましたら教えていただけますか。まずやはり JFL からJ3 に昇格できるチャンスがあるということ、そして昨年のシーズン、僕も何試合か見させていただいたんですけど、とてもいいサッカーをやっていて、僕自身にもその中に入ってやるイメージを持てたこと、そしてやはり監督でもあり、兄貴でもあるんですけど、やはり安さんの存在が大きかったなと思います。先ほどの挨拶の中でも大きな目標は J3 にまず上がることだという話がありました。とりわけ三重県は今日本でも数少なくなった J リーグのクラブのない県ということにもなって、その辺こう三重の県民の皆さんの期待というのも大変高まっていると思うんですけれども、改めてその J リーグに上がる目標についてのも聞かせていただけますか。そうですね、当然鈴鹿ポイントゲッターズがこれまで築き上げた歴史というものもありますし、その歴史がある上でやはり今この JFL で戦っていて J3 に昇格できるチャンスがあるという位置まで来れたと思うんですね。そこから今からさらに、プロのクラブとして成長していく中で、やはり J3 昇格、この JFL でその権利を取るという1年になると思うんですけど、本当に大変な仕事だと自分で思ってますし、
でもやりがいも大きいですし、でみんなでその目的に向かって目標に向かって戦えるこの状況を本当に幸せに思いますし、そういう意味で三重県またこの鈴鹿市含め本当に今いい緊張感の中に、今までにないようなまた自分の中で本当にこう新たな気持ちで戦えるこの緊張感というものを非常に楽しみにしています。まあ、そんなカズさんの挑戦を三重県のみならずもう全国のサッカーファンが見守っているというふうに思いますが、この2022年フットボーラー三浦知良は我々に何を見せてくれるんでしょうか。そうですね、自分がここまでずっと、サッカーに対して向き合ってきたその気持ちというものはこれからも変わらないとは思いますし、特にこう新しく自分を変えて何かをやるというよりもやはり今までやってきたその情熱をまたこの鈴鹿という新しい場所で自分自身さらに自分をこう燃え上がらせてできたらいいなと思ってますんで、まあもちろん試合に勝つこともそうですけど、自分のその情熱を皆さんに伝えられたらいいなと思ってます。ありがとうございます。では続いて三浦康俊監督にも伺います。チームの成長という話先ほどされてました。今日実際に練習の前にカズさんが円陣の真ん中に入って話もされてましたが、どんなことを話したのか、それでこうチームの雰囲気変わった部分あったか教えていただけますか。いや本当カズが発する言葉っていうのの影響力が非常に高いんで、30分のミーティングをやった後に円陣になってカズの挨拶が、でミーティングが一番嫌いだっていうふうにカズが言ったんだけど、これからミーティングはやめようってみんなと半分冗談で、いや本当に長いミーティングをやるチームはあまりいいチームじゃないっていう、よくそういうふうにも言うんですけど、まあ効果的にいいコミュニケーションを取って、選手たちとのいい何ていうんですかね、いいイメージの共有をしていければいいなというふうに思うし、グラウンドの中で、グッドスタンダードになれる、手本になれる、見本になれる、そういう選手がこのポイントゲッターズに来たわけですから、みんなが意識高く、みんなが成長できる、そういう環境ができたなと、そういうふうに思っています。ありました。三重県の印象を教えてくださいということなんですが、よろしくお願いいたします。本当に昨日の夜暗くなってから三重県のこの鈴鹿の方に入ったんで、まだ正直印象というものは自分自身本当にまだ右も左も分かんないんで答えづらいんですけど、伊勢神宮、伊勢の辺は寅さんの第9話で出てきたかなっていうことですかね。はい、だから僕も寅さんみたいにあの辺はちょっとフラフラしたいなと映画で出てきたところに行きたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。あともちろんね、皆さん当然これみんな知ってることですけど、ここはね本当に子どもの頃からここで F1 のレースがあったっていうことはもう世界的に有名だったんで、僕がちょうどブラジルに行ってる頃にアイルトン・セナがこの鈴鹿で大デッドヒートしてチャンピオンになったところで、ブラジルにいた時にそれを見ていて、そのやっぱり印象がこの鈴鹿サーキット、鈴鹿っていうところは大きいですね。ありがとうございます。ね、まさしくそのブラジルからご覧いただいていたこの鈴鹿サーキットにね、今カズ選手お越しくださっているということで、また感慨もひとしおなのではないかなと感じます。はい、ありがとうございます。京都、神戸、横浜とこう土地に馴染んでいらっしゃったということで、それぞれこう何でしょうかね、食べ物などこう楽しみにしてきたものってありますかというご質問なんですが、いかがでしょう。食べ物ですか。三重でね、楽しみたいなというものがございましたらお願いしますということでございます。やっぱり僕もお肉が、ステーキがすごい好きなんでね、
松阪牛が有名ですから、はい、ぜひいただきたいなと思ってます。はい、まあ、さっきもねおっしゃったようにいろいろフラフラして風天の数さんでねちょっとこういろんなところを回って綺麗なお姉さんなんかと出会ってねそういうシーンができたらいいなと思ってますけど、はい、サッカーと関係ありませんけど、はい、ありがとうございます。そうですね、あの三重県本当にうまし国と言われておりますので、はいはい、おいしい食べ物がたくさんございます。はい、まあ、お肉は松阪牛、ねはい、でございますけれどもいただきたいなと思いますけど、はいはい、ぜひぜひたくさん召し上がって力を発揮していただきたいと思います。ありがとうございます。今日はあの非常に寒い中で加藤さんも途中で練習一旦切り上げる場面がありましたけれどもあれはアクシデントではなく、まあ、今日は初めてのみんなでの練習ということでの大事を取ったということだったんでしょうか。そうですね、まあ11対11のゲームが2本ありましたんでね、まあ、もう1本でいいじゃないかっていう矢さんとの話もありましたし、まあ、選手他にもいますしね、はい、まあ、こういうことはよくあることですし、まあ、その辺は焦らずいい調整をしていきたいと思ってますんで、まあ、当然練習ですからみんなと同じ、同じ量同じ負荷をやっていかなきゃいけない中で、まあ、うまく調整できていけばいいかなと思ってます。はい、そういう意味で、まあ、こういうこともやっぱ今後必ず出てくると思いますし、はい、まあ、その辺はもうみんなとコミュニケーション取りながら当然監督、コーチ、そしてメディカルみんなと相談しながらうまくやっていけたらいいなと思ってます。そのトレーニングの時には赤い11番のビブスでしたけれども、はい、最初につけていたビブスが5番で、はい、あれってちょっと意外な感じましたんですけれども、はい、あそこにこだわりは特にありませんでしたか。ビブスの場合はあまりこだわりあれば11番取りますけど、あれはもう控え室にいた時にコーチが持ってきたものなんでそのままコーチから受け取ったものを着てただけで赤の11番はたまたま、まあ、気遣ってくれたんですかね、はい、11番でしたね、はい、先ほどこのチームのサッカーに自分がこうフィットできそうなイメージが湧いたという話もされてましたけれども具体的に言うとどのあたりにこうご自身が入って生きる輝けるそんなサッカーなんですか。やはり矢さんはずっと僕も矢さんが J2 また J3J の舞台で監督をやっている時のサッカーも見てますし当然対戦相手としてもやったことありますけど、まあ、非常にボールを大切にするサッカーをしますので、僕もそういうサッカーが好きですし今の自分にもやはりしっかりした、組織で戦うサッカー、みんなが助け合ってやる11人でしっかりグループとしてちゃんと戦うサッカーそしてボールを大切にするそういうサッカーが一番、まあ、僕にとって一番今現時点で合ってるんじゃないかなと思ってますしその中に入れば自分も、役割として、たくさんできることがあるんではないかなと思ってます。はい、まあ、そういうイメージの同じ共有できるサッカーをこう兄弟でやるっていうのはカズさんのこれまでのキャリアの中でもそうないと思いますけれども改めていかがですか。そうですね、まあ、兄弟でねやりにくいことも今後あるかもしれませんし初めてなんでねでもそこはお互いプロとしてプロ同士でやっぱり意見の共有をしていきたいし、まあ、戦う時もあるでしょうし、そんな中で自分新しい自分を見つけられたらいいなと思いますし本当にこの鈴鹿ポイントゲッターズ、三浦康俊監督の下でね自分自身も成長したいと思ってますので本当に自分は上手くなりたいと今でも思ってますし上手くなれるんじゃないかと思ってますんでね、うん、そういうふうに毎日しっかり練習していきたいなとそして試合を迎えたいなと思ってます。まあ、監督もカズさん自身にも成長してほしいという話さっきありましたけれども監督の目指すサッカーの中でカズさんはしっかりとこうフィット当然してくる期待してます。もう当然そういうふうに持っていきますししっかりした努力する姿勢というのを持った選手の一人なんで、まあ、当然そういうふうになっていくと思います。はい、分かりました。ではこの後は皆様からのチャットの質問を受け付けてお答えいただきます。お願いします。
小田島様ありがとうございました。それではですね、こちらの質問をご紹介していきたいと思います。まずは報知新聞の山田様でございます。三浦監督、今日の11対11のカズさんが赤ビブスをつけてのワントップにした意図は何でしょうということでございます。意図ですか。4-1-4-1でセンターワードの1位を守備をしないで、周りが9人プラスキーパーで相手ボールをしっかり守りながら、拠点を違う色のビブスにして、そこをターゲットに見ながら攻めるという意識づけを、今日はやってみました。はい、それが意図です。はい、ありがとうございます。そしてカズ選手、赤ビブスをつけてワントップでプレーしていかがでしたでしょうかということです。まだ周りの選手の特徴だったり、個性というものが、今日本当に初めてだったんで、昨年の、ね、試合を何試合か見たのと今日一緒にやるのでやはり違いますし、まだどういうものを全て求められているかというのもまだこの時点では、分からないんで、それでもね、自分自身ワントップでやってきた経験もありますし、今安さんが言った 4-1-4-1 のシステムでもやったことありますし、そういう意味で自分が何をやらなきゃいけないかってことは分かってやってるつもりです。はい、今日は本当にそういう中で、みんなすごくこう気持ちの入った練習やってたんで、少しずつですけど本当に毎日いろんな発見をしながらみんなといいコンビネーションが作れたらいいなっていうふうに今日思いました。はい、ありがとうございます。今回複数のクラブが入団オファーをされていましたが、その中でも鈴鹿に感じた魅力や入団の決め手を教えてくださいということです。これね、ずっと、昨年からも今年決まってからも同じことを言ってるとは思うんですけど、チームがクラブが J3 に昇格できる権利を持っているということ、あとやはり一番の決め手はやっぱ監督の存在じゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。閉塞的な社会状況の中、お二人のご活躍が県民に元気を与えると思いますが、あえて言葉で県民の皆さんの元気を与えるメッセージをお願いいたしますということです。いや、非常に難しいですね。お願いいたします。もう本当に遠慮をすることなく 100% の自分を絞り出して、一生懸命一日一日監督として努力していって、で皆さんに勇気を与えて皆さんに喜んでもらえればなというふうに思います。あまり考えすぎないで、もう自分を信じて、いい仕事をしていければなと、そういうふうに思っております。そういう中で皆さんの力というか、そういうものが非常に必要になってくるんで、共に戦っていただいて、皆さんにも共に戦っていると思っていただいて、でこのチームを目標にの J3 に引き上げていければなと、そうするとこう少しずつみんなが明るくなっていくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。ありがとうございます。ではカズ選手もお願いいたします。そうですね、もうこのコロナ禍になって約2年が経ち、これから3年目に入って、やはりみんな今もね、またオミクロンが、拡大して、みんなの生活も不自由、ストレスがたまる生活を送っていると思うんですけど、そんな中で、J リーグをはじめ JFL 地域リーグという中でサッカーはずっと続けてみんなやってきたと思うんですけど、そんな中でやっぱ応援しているチームが、みんなあって、そのチームが勝つ負けるでみんな一喜一憂すると思うんですけど、そんな中で自分たちはやはり精一杯、グラウンドで戦って、勝つ時もあれば負ける時もあると思いますけど、そんな時はやっぱ勝った時はみんなで思いっきり喜んで、
負けた時はみんなで悔しがって、もちろん僕らにその悔しさをぶつけてくれてもいいですし、そういう意味でスタジアムで何かこうみんなが気持ちを発散できるような場所にしたいなと思ってますし、その中で少しでもみんなが前向きに明日も頑張ろうっていう気持ちになってくれたら嬉しいなと思いますんで、ぜひスタジアムに来てサッカーを見て皆さんのストレスを思いっきりぶつけてもらえたら、僕らも今以上に頑張れるのではないかなと思います、はい、共にそういう意味では、この大変な時をスポーツを通じてサッカーを通じて乗り越えられたらなと思います。三浦康俊監督に、ね、ご質問です。勝利のために現時点で思い描いている三浦知良選手の起用法を教えてくださいとのことです。いや本当もうじっくり、どういう形で周りとこういいコンビネーションができていくかっていうのをしっかり見極めて、点の取れる場所で、ないしはチャンスメイクできる場所 で相手が嫌がる場所で、嫌がるタイミング でそういうものをしっかり確認した上で、またはしっかり描きながら試合にグラウンドに立ってもらえるようにしていきたいなと、そういうふうに思っております。三浦知選手に質問です。今シーズン例えば何試合に出場したいなど具体的な数字の目標はありますでしょうか。JFL は30試合あるんですけど、30試合90分全部出たいですそれが本当正直な気持ちですけど、それはやっぱり、まあ、無理と言っては何なんですけど、まあ、ちょっと大変かなと思いますので、でも選手としては全部出たいですし、フルタイムで出場したいと思ってやってます。そして30試合ですから30点ぐらい取れたらいいなと思いますけど、それも大変だなと思いますでもそういうふうに毎日、頑張りたいなと、目標を持ってやりたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。カズ選手へのご質問です。16歳で初めてサンパウロのジュベントスに入団して以来、プロとして入団関係をしていらっしゃいました。以来ここまでいくつもの入団会見で昔を思い出す会見はありますでしょうか。そして今回はこれまでの入団会見と比べ、心情的にどのような違い、新しい思いがありますでしょうかということです。そうですね、まあまあ、ヴィッセル神戸、横浜FC、京都、まあ、あとイタリアのジェノアもそうでしたし、まあ、ブラジルでも何度か移籍するたびにこういうふうに記者会見やってきましたけど、まあ、全てが僕の中ではいい思い出ですし、今につながっているかなと思います。これだけねずっと長い間プロサッカー選手をやっているとね、やはりいろんな経験をしてきて、その経験があって今ここにいるということで、新たにというよりもやはりさっきも言いましたけど、やはり自分がずっとやってきたものを継続してやっていきたいと思ってますし、まあ、移籍するたびにねちょっと力が入りすぎて、トレーニングもしすぎたりして、それがマイナスになったこともありますんでね、そういうことにも気をつけながら、やはりちゃんと自分と向き合いながら、自分がどうあるべきか、どういうふうにこれから毎日やっていかなきゃいけないかをしっかりと見て噛みしめながらやりたいです。ありがとうございます。兄弟で一緒のチームでこのように戦うのは初めてだと思います。距離感を取るのは難しいですか、楽しみの方が多いですかということです。いやもう楽しみがもう本当に先行するし、もしいなかったら想像した方が苦しいなというぐらいこの後楽しみだなと。ただこの楽しむためにはやっぱり苦労しなきゃいけないし、必死にならなければいけないし、苦しみの
数ほどやっぱその楽しむっていうことが実感できると思うんで、それはもう数の入団だけではなく全ての選手に関してそういう目線でいるんで、まあ、こういう状況をしっかり楽しんでいきたいなと、そういうふうに思っております。ありがとうございます。では次にエルゴラッソの田中様からです。三浦和選手にご質問です。JFL は J リーグに比べると注目度や知名度、観客数などで差がありますが、ご自身が JFL というリーグ全体に与える影響をどうお考えでしょうか。ぜひお聞かせくださいとのことです。そうですね、正直言ってその自分がどのぐらいの影響力があるのか僕には分かりません。ただこうやって、まあ、横浜市を出て新たな挑戦をするといったときに、いろんなメディアの方やいろんなサポーターの方に、声をかけてもらったり、注目してもらったりして、ニュースになることが、年末年始多かったんですけど、それを考えれば自分自身が JFL で戦うことの意義というのは、少なからず、今までよりは大きいんではないかなと思いますし、まあ、さっきねこの鈴鹿ポイントゲッターズを選んだ理由の中に、まあ、監督の存在とかいろいろ言いましたけど、その中にやはり JFL からそのまだその J リーグみたいな今まで僕が、所属してきたクラブと環境面というものが全く違う中で、やはり JFL の中にあるそのスタンダードなものがあって、そこからプロに変わっていくクラブ、それを現場で選手として、作っていけるっていう楽しみもやっぱり自分の中にはあって、このクラブを選ばせてもらったんですけど、そういう意味ではその JFL の中にも、プロらしいクラブというかね、プロのクラブというものがこうみんなのスタンダードになっていくためのその最初になってくれればいいかなっていう、きっかけになってくれればいいかなっていうものはあります、はい、ありがとうございます。続いてデイリースポーツの広川様からのご質問です。こちらカズ選手にご質問でございます。 JFL ならではの厳しさはどこにあると思いますかとのことです。そうですね、今環境のことも言ったんですけど、今日チームのウェアとかいろいろ支給されたんですけど、その中にサッカーストッキングは入ってなかったんですね。でサッカーストッキング支給されないっていう、自分で用意してくださいって言われたときにJFL は厳しいなってすね当てはどこに入れるんだろうっていうふうに思って、今日無理やりスパッツの上にすね当てを置いて、普通だったらストッキングがあって止められるんですけど、止められないんで自分でテーピングで巻いて止めて、今日は足首までのソックスしか僕履いてなかったんで、まあそれはまあ一つのなんていうかハプニングとかあれなんですけど、当然J リーグと違ったまたサッカーが JFL の中にはあって、よく言われるなんていうんですかね、どちらかというと技術戦術よりもどちらかというとハードワークっていう、まあでもサッカーの J リーグでも当然ハードワークをしますし、まあ、その中でやっぱ技術をどれだけ活かせるかとかそういう問題はあるにしても、まあ、根本的なものっていうのはやはり、サッカーというものは僕は変わらないと思ってますんで、そういう気持ちでやりたいと思ってます。ただ当然J リーグ J1、J2、J3 というものがあって、やっぱその下に JFL がある、やはり日本で言えば、まあ、世界的に言うと4部リーグということなんですけど、やっぱり4部リーグには4部リーグのそのサッカー、それはもちろん環境、さっきも言ったようにスタジアム、グラウンド、夏でも昼間にある、いろんな環境の違いがあったり、当然技術やそういうものの違いがある中でフィジカル的になってしまう、もうこれは当然自分の中でも想定内の中に入ってますし、でも実際自分がグラウンドに立った時もっと厳しいものにぶち当たるかもしれませんし、今まで J リーグでやってきてJFL の試合出たら楽に感じるかもしれませんし、それはもうやってみなきゃ分かりませんけど、でもサッカーはやはり技術も大事ですし戦術もすごく大事なんで、そういう部分でチームとともにそのコレクティブなサッカーをやり、
自分が生かされたらいいなというふうに思ってます。はい、だ厳しさっていうものはもうJ1 でも JFL でも勝つことの厳しさというのは同じだと思いますし、この JFL でも一勝というものを勝ち取るのには本当にみんなの努力ハードワークが必要だと思ってます。今日の練習でポイントゲッターズの選手から聞かれたこと、それに対して話したことがあれば、カズ選手教えてくださいということです。よろしくお願いします。まあ、今日はね、そんなに選手たちと控室でも、グラウンドでも話す機会っていうものはそんなになかったんで、さっきのストッキング事件の時に、ここではこういうことが多いですって言われて、そういうコミュニケーションに、カズさん、なんとかしてくださいって言われまして、社長、笑ってないです。お願いします。承知しました。ストッキングをまず。早急に用意します。早急にお願いします。僕は足首までのソックスしか持ってきませんから。お願いします。はい。まあそんな感じのことしか話しませんね、今日は。はい。あとは、まあ、僕の知り合いを知ってる選手がいたりとか、まだみんな遠慮してると思いますんで、でも多分みんな僕のことをいろいろ、どうやって髪の毛洗ってんだろうな、どういうシャンプー使ってんだろうな、どういう香水使ってんだろうな、見てるんだろうなと思いながら控え室にはいましたけど、まだなんかこう聞いてくるっていうのはないですね。はい、遠慮してると思います。はい、もう少し時間かかると思います。はい、はい、ありがとうございます。良いサッカーをしていたとおっしゃっていらっしゃいましたが、これカズ選手ですかね。はい、どのようなサッカーをしていたのでしょうかということです。まあ横浜FC時代でも僕 のサッカーをあまり知らない友達なんかがたまに見に来ることあったんですけど、やっぱ面白かった、面白い試合だったって言われるときに、じゃあ何が面白かったのって聞くと、やはりそのしっかりボールが組み立ててみんなが連動して動いてボールがよく動いてゴールまで行くサッカーができたときは、やっぱ見てる素人の人も面白いっていつも答えが返ってきて、じゃあつまんなかったって時は何がつまんなかったかって聞くと、やっぱボールが上をこう行ったり来たりしてるサッカーはやっぱり面白くなかったって、サッカーを知らない人でもそういうふうに答えてくれるんですけど、僕自身やはりサッカーってボールが下をこうパスが回って人がスムーズに動いてゴールまで行くっていうものがやっぱいいサッカーだなっていうふうに思ってますんで、それを効率的にやっぱ合理的にやはりゴールに向かうのがいいサッカーだと思ってますので、基本的にやっぱり安さんのサッカーっていうのはそういうところを目指して、そのできるできないっていうのはまた別にしてもですね、そういうものを目指してやってるっていうものが見えたんで、いいサッカーという表現をさせてもらいました。はい、はい、ありがとうございます。では続いて日本経済新聞の岸名様からです。カズ選手、今シーズンの目標、先ほども、ね、少しお話をいただきましたが、特に期待されているゴール数の目標をお願いします。またカズダンスは鈴鹿バージョンを披露されるお考えでしょうか、よろしくお願いいたします。ゴールは本当に毎試合自分が出た時は取りたいと思ってやってますし、今までもそうやってやってきました。もちろん取れない時も多いですけど、そこを目標にやりたいんで、まあ、本当に今何点という目標を立てるには、どのぐらい自分が試合に関わって出れるのかなってことにだいぶ関わってくると思いますので、ちょっと数字を今現在上げるっていうのはちょっと難しいんでね、目標として言いたいとしたら、やはりさっき言った30試合で30試合取りたいって言いたいですけど、まあ正直言ってそれは本当に難しいし無理だと思いますので、自分ができるだけ試合に多く関わってできるだけ多く取りたいっていうふうに思ってます。はい、でもそう簡単ではないことも分かってます。はい、相手のディフェンスも相手のチームも僕には取らせたくないって思ってるんじゃないかなと思いますんでね。はい、そんな55歳で迎えるシーズン、55歳の選手に取られたくないって気持ちは相手の選手からしてみればものすごく感じていることだと思うし、思ってることだと思いますんで、でもそこをやっぱり自分が求められているゴールというものをこだわって取りに行く気持ちがないと取れないんじゃないかなと思ってます。はい、カズダンスに関してはぜひまあ鈴鹿バージョンってなるか分かりませんけど、
踊らせていただけるなら踊りたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは続いて三重テレビの平田様からです。今三重県には樋口康弘さんが監督を務めるビアテン三重、そして小倉貴文さんが監督を務める FC 伊勢志摩が鈴鹿ポイントゲッターズとともに J リーグ入りを目指しています。ビアテン FC 伊勢志摩のチームの印象があれば教えてくださいということで、はいはい、じゃあ和選手お願いできますか。まあ、印象は正直言って、どういうチームかどういうクラブなのかというのは分からないんですけど、樋口監督は僕も横浜 FC 時代に、お世話になりましたし、小倉さんは、日本代表でも一緒に戦いましたし、彼が名古屋グランパス時代は敵としても戦いましたし、昔からよく知ってるんでね、三重県のサッカーを盛り上げるためにもお互いがやっぱ競争し合って、いいライバルになって、いつかね、その三重県を代表する3つのクラブが J リーグで戦うようになったら、またこれは本当に三重県の、皆さんのね、大きなモチベーションになると思いますんで、そういう日が来るように今みんなで、まあ、ここはサッカーファミリーとして盛り上げていきたいなと思います。はい、カズ選手にお願いいたします。各国の多くのクラブに所属してきましたが、昇格を目指す選手たちに三浦選手だからこそ伝えられることはありますでしょうかということです。まあ、僕というよりもね、やはり、このチームにも J リーグで戦ってきた選手もいますし、監督スタッフもそうですけど、まあ、とにかく3月からシーズンを迎えて、当然勝ったり負けたり波があると思うんですけど、そんな時でもやはり今持っているこのクラブが掲げた J3 に昇格するというこの気持ち、まあ、さっきから何度も使っている言葉ですけど、情熱、そういうものをその一喜一憂せずにね、見てるサポーターの方は一喜一憂していいと思うんですけど、僕らが一喜一憂してはダメなんで、やはり目標がちゃんと あるわけで、そこに向かってやっぱり諦めずに毎日戦うことが大事で、当然さっきも言いましたけど負けることもありますから、そういう負けた時にやはり負けたからこそみんなが、一つにならなきゃいけない瞬間もあると思いますし、そういう意味で本当に目標を見失わず、毎日毎日コツコツ目標に向かってポイントを重ねていく、もうこれしかないと思います。はい、そして最後まで本当に諦めないことだと思います。はい、自分たち次第だと思います。はい、そしてテレビカメラの方へお願いいたします。ありがとうございます。では最後にカズ選手、恐れ入ります、こちらのユニフォーム、はい、着用いただけるようですね。ありがとうございます。はい、もうすっとジャケットを脱いでいただきました。ありがとうございます。はい、本日の練習では練習着での、ね、ご参加でございましたので、実は今が初着用のカズ選手でございます。鈴鹿ポイントゲッターズの11番をつけて、はい、素晴らしい笑顔で皆様方に、はい、目線を送っていただいておりますね。ありがとうございます。いい感じですね。後ろの大きな11もしっかりとお取りいただきましょう。はい、テレビカメラの皆様もよろしいでしょうか。よし、はい、ありがとうございます。